はい、こんにちは、てっちゃんです。 YouTuber 杯第3試合、 D グループ第3試合となります。第3試合のルールは A ランク以下で、ウェイトが100以下となっております。私のパーティーはこんなパーティー、もうモナハンと、ブチュジュンパで高火力で押し切りたいかなと思ってます。1戦目2戦目は負けてしまったんで、まあ勝負は消しているんですが、最後一矢報えればなというところでやっていきたいと思います。では黒板村さん、よろしくお願いします。いきます。いやー、惜しかったな、神谷。ここはここでね、相手の意表をつく感じでいきたいですね。で、黒板村さんがどんな感じで組んでくるかっていうのも見たいですよね。あー、まあこんな感じだね。うん、これ切先ピエールに負けちゃうんだよね、素早さね。切先ピエールに負けてバーラックには勝つ感じなんですよ。そんな感じなんですよ。こんな感じなんですよ。で、麻痺が、じゃあこれはこっちが生かしてもらう。バーラック上回れるから、これはこっち生かしてもらおうか。これですね。こっちの端から行こうかな。こっちの方から行こうかな。こんな感じで。これわざわざ T 字にする必要なかったね。もうちょっと出るべきだったね、これね。あー、失敗したね。モナハンが寝ちゃったか。あー、前に出るべきだったな。いや強いんだよな。あの練習の時に分かってたんだけどね、バーラックの強さ。いやー、 T 字にちょっと自分でやっちゃったね。いや、これはもう一方的ですよ。うん、いや、いくつある、素早さ843万だ。うわー、すごいな。やっぱりまだ諦めないのかって言われてますが、諦めません。もしかしたら予期せぬエラーで落ちるかもしれないんで、もう一回になるかもしれないじゃないですか。うん、強い。あ、起きた。あ、でもカーラスでやられるってことだな。どっちにしろな。さあ、最後見届けましょう。ギリ生き残る。無理っすね。1、いや、一体も落とせてないんだ。いやー、強いなー、さすがですね。はい、というわけで、3戦やって、3戦とも0勝3敗という結果になりました。まあ総評といたしましては、この大会にね、参加することができて大変良かったし、いろんな方々と触れ合うことができました。それから練習なんかもいろんな人が手伝っていただき、私にとっては有意義な大会となったと思います。まだまだね、他の参加者の方が試合を繰り広げておりますので、そちらの試合経過なんかも見守っていきながらね、次回あればね、また参加させていただきたいかなと思っております。というわけで、本日対戦いただいた黒板村さん、ありがとうございました。お忙しい中ね、時間作っていただきましてありがとうございました。それから、大会をね、運営してくださったデマちゃんですね、お疲れ様でした。まだまだ続くと思いますが、頑張ってください。私は陰ながら、応援したいと思います。以上です。ありがとうございました。